おお、なになに？かわいいな。おい。キスティ先生の悲鳴がかわいい。飛んでるんですけど、嘘だろ。勝手に飛んでるんですけど、セルフィーが座って お、行動早えな。ってことはもう飛んじゃったよって楽しそうに、目的地は決まってるよな、セルフィー。その横では、アーバインが嬉しそうに。もう出て、先に出て行ってたと思ったら、すげえ飛んでるわ。お前、勝手に飛んじゃったよ。じゃあ、操縦できるんだろうな。飛ばせるのか？適当にやったら飛んだよ。でも、なんか簡単だから、なんとかなるかな。おい、どっかの飛空艇操縦士がさ、もうがっかりしてるよ。昔から飛空艇憧れていて、やっと操縦士になれて、俺、操縦する才能あるかもって言ってたら、なんか簡単だわって、この天才セルフィーが。でも落ちない保証はない。未来の保証なんて誰にもできないだよな。セルフィー、エスタへ行ってくれ。多分魔女記念館だと思う。リノは奪還作戦だ。おお、新しい飛空艇ゲットした。全身交代乗り降り、視点切り替え R2。 これで視点切り替えか。いつも通りこれで、前、後ろ、そしてマップを見る。OK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 。 そうしたら、エスタへ向かおう。いや、寄り道した方がいいんか。いや、でもリノは待ってるし、行くか。さあ、魔女記念館、ここですよね。あ、違う違う違う。え？あれ、どっちだっけ？こっちが魔女記念館か。あー、そうだわ。セーブはできない。モンスター、そうか。今流れてきたモンスターがめちゃくちゃ強い。やっぱり新しいモンスターだわ。あー、そして、まあ、スコールがジャンクションできてるからいいかな。弱かったわ。さあ、一筋縄には入れてくれんよな。あ、そうです、見送りです。バカめ。ああ、これがパッキングですか。殴るか。何をする気だ。その時どうすればいいかなんて、後にならないとわからない。何を言ってるんだ。あの時どうすればよかったのか分かったんだ。まだ間に合う。だから来た。後悔したくない。リノアを返してもらう。今さら何を言うか。あははははは。スコール、早く行け。そうしたら、行くしかねえ。今、右の女性が操作していた。これ、スコールごとパッキングされるんじゃない？大丈夫か？あ、でも、パッキング技術はワンボタンで解除できますよ。壊した。おい、大丈夫？壊したけど。魔女でもいいの？魔女でもいいさ。リノはスコール、行こう。え、じゃあさ、あのオープニングに封印されて、オープニングにつながるかと思ったんだけど。
オープニングは、リノアが眠っていた状態のあの時のことを言っていたのか、さらにこの後、リノアが何かしらで封印されるのか。そしてデブ。戦う？行け？え？お前は誰？うなずいてる。会ったことがある？誰だ？リノはどうしたの？なんか恥ずかしい。なんでだよ。だってものすごい決心してエスタに行ったんだよ。それなのに助けに来てもらったら嬉しくて嬉しくて。恥ずかしがることないだろう。嬉しいのはいいよね。みんなありがとう。スコール、さっきから黙ってるな。なんかあったのか？なんかっていろいろあるだろう。あの図体のデカさ、どこかで会ったことがある。ウォード説ない？ あれ、ウォードなんじゃないの？いや、でもウォードは清掃員をしていたんだっけ？違うのか、そしたら。スコール研究家の私の考えでは、はい。これから俺たちは何をすればいいんだろうって、あれこれあれこれ、いろいろ先のことを思うと考えがどんどん悪い方向へ行ってしまうのよね。どう？正解？スコール、もっと明るい未来を想像してみない？悪かったな。 でもマジでこっからどうするよ。よくわかんねえけど、エスタに来たルナティックパンドラを何とかしなくっちゃならねえよな。アデル回収されたしな。アルテミシアもなんか、いそうだから。ってことは相変わらずサイファーがごちゃごちゃ動いてるんだろう。サイファーはアルテミシアの言いなりだ。おお、そのアルテミシアだぜ。未来の魔女が俺たちの時代で悪いことすんのは許せねえよな。魔女に後悔させてやろうぜ。俺たちはシードだからよ。魔女をぶっ倒すのが仕事だぜ。ゼル。すまねえ。そこに魔女さんがな、リノアっていう魔女さんがな。ねえ、スコル、どこ行く？あのね、はい。みんながトラビア行った時話したでしょ。孤児院行ってみたいな。ああ、石の個人。街とか、あんまり人が多いところ行きたくないんだ。私、魔女だから、私の中にアルティミシアが来たら。イデアの家？一体何があるんだ？こっからイデアの家に行き？果たしてそこで何が？一回セーブしたいな。よし、セーブして。じゃあ、そしたら、行き先、決めた。行きましょう。セフィ行くよ。さ、おー、いいね。自由行動か。そう。え、何これ？